皆さんこんにちは、ダイです。現在私は JR 博多駅筑紫口に来ています。今回この動画は日本最長にして最速の列車のぞみ64号を乗り通してみたということでお届けしていきます。のぞみ号といえば日本最長の旅客列車として博多東京間 1069.1km を平均5時間程度で結んでいます。平均5時間だと1時間にだいたい214キロほど進むわけなんですが、それでも十分早いですよね。ただ博多から出る最終の東京行きのぞみ64号っていうのは所要時間4時間46分で、標定速度に表すと224キロ日本で最も速い列車になっています。のぞみ号ってだけで日本最長列車なにもかかわらず、のぞみ64号は日本最速の列車と最長と最速2つのタイトルを持っている、なかなかやばい列車になっています。そこで今回は実際に博多から東京まで日本最長最速の新幹線のぞみ64号を乗り通していこうと思います。ということで JR 博多駅新幹線光広場改札口にやってきました。今回使う切符はこちら、博多から新下関分割川口丸の乗車券とのぞみ64号の指定席券です。こちら3枚の切符ね、早速入場していきましょう。今回乗車する日本最長にして最速の列車っていうのが14番乗り場から18時59分発のぞみ64号東京行きです。早速ね、14番乗り場の方へ移動していきましょう。 JR 博多駅の新幹線ホーム13、14番乗り場やってきました。14番乗り場からはね、18時22分発みずほ608号新大阪行きが発車していきましたね。今回乗車する日本最長にして最速ののぞみ64号東京行きは14番乗り場から18時59分発です。停車駅を見てみると、小倉、広島、岡山、新神戸、新大阪、京都、名古屋、新横浜、品川、東京と、普段止まるはずのね、必ずどれか止まるはずの新山口、徳山、福山のどれも止まらないんですね。いや、なかなかやばいね。この後18時46分頃にね、回送列車としてのぞみ64号は入線してきます。こちらは博多駅山陽新幹線上り方面の時刻表です。見ていくとのぞみ号、黄色いやつがね、めちゃくちゃ多いですよね。博多から出るとほとんどが東京行きですからね。1000キロ超えの列車がもう1時間に最低でも2本は出てるわけですかね。やべえなこれ。で、今回乗車していくのが18時59分のぞみ64号ということでね、まあ、この後のぞみ号はもう名古屋行きということで東京行きの最終列車になっているわけです。新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく14番乗り場18時59分発のぞみ64号東京行きが参ります。危ないですから、ホームの柵から離れて黄色い展示ブロックまでお下げください。ご乗車の際は列車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。小さなお子様は手をつないでご乗車ください。自由席は1号車、2号車、3号車です。この列車は全席禁煙です。マジでね、新山口、徳山、福山止まらないんですね。すげえな。博多駅14番乗り場には18時59分発日本最長にして最速ののぞみ64号東京行きやってきました。こちら JR 東海の N700 系ラージ A です。
側面表示はフルカラー LED になっています。停車駅が出ているんですが、新山口、徳山、福山全部入っていないですね。いやー、これが日本最長にして最速ののぞみ号です。それでは早速15号車乗車口よりのぞみ64号を乗車していきましょう。車体側面にあるね N700A のねロゴがシンプルでかっこいいですよね。車内はこんな感じです。2列3列の座席になっています。で、座る席は3番 A 席ということで、3番 A 席は進行方向右側、ここですね。普通車ですが新幹線の座席ということで、リクライニングを倒すことができます。結構気持ちいいんですよね。快適ですね。 N700系ラージ A には窓側の座席にだけねコンセントがついています。このようにねコンセントを使うことが可能になっているんですよね。列車発車の4分前18時55分にね博多南からの博多南線がやってきました。博多南からねのぞみ64号東京行きへと対面で、ね、乗り換えられるようになっているわけです。車内の案内標識はLED の表示になっています。途中の停車駅が出ているわけなんですが、小倉、広島、岡山とねのぞみ号では見られない停車駅の順になっています。のぞみ64号限定の停車駅の順番って感じですね。18時59分、博多駅を日本最長最速ののぞみ64号が発車していきます。JR 東海の車ということでね、車内チャイムはアンビシャスジャパンになっています。最高速度だったら東北新幹線のはやぶさ小町320キロの方が速いわけなんですが、協定速度になるとですね、こののぞみ64号の方が全然速いわけです。さて、列車は間もなく小倉駅に到着しようと思ったんですが、小倉を出るとね、この列車次は新山口、徳山を越え広島になっています。博多を出てから15分やってきたのが小倉駅です。在来線特急だとね40分から1時間ぐらいかかるこの小倉駅なんですが、新幹線だとね15分でたどり着いてしまうんですね。めちゃくちゃ早いですわ。19時16分、小倉駅をねのぞみ64号を発車していきます。次の停車駅は広島です。九州島内はここで終わりですね。さて、小倉を発車したのぞみ64号は新関門トンネルへ入りました。九州と本州を結ぶ新幹線の海峡越え海底トンネルですね。新関門トンネルを抜け本州に入ると列車は新下関駅通過します。776号、広島駅を抜きます。のぞみ64号、小倉の次は広島ということでね、駅間結構あるわけです。ということでね、300キロ近いスピードでひたすらかっ飛ばしていくんですよね。
さて列車は現在朝駅を通過しています。新幹線がですね、まあ、出ている通り通過するとですね、どこどこ駅を通過中っていうね表示が車内の案内に出るわけです。まあ、これでねこの列車みたいに小倉の次は広島ってなった時、今どこ走ってるのかが分かりやすくなっているんですね。通過しているのは新山口駅です。のぞみ号大体ね1時間2本は最低でも止まる駅で、徳山駅付近では周南コンビナートの夜景っていうのをね楽しむことができます。工場夜景がね結構綺麗なんですよね、これがね。そして列車は徳山駅を通過しています。徳山通過後もね周南コンビナートの工場夜景をね少しだけ楽しむことができるわけです。いや進行方向右側はねこの時間帯は注目です。この列車小倉から広島まで新山口徳山を通過しやってきたわけなんですが、大抵ね広島を出ると次福山なんですが、この列車は福山も通過するので次は岡山といった感じになっています。博多を出てから1時間1分やってきたのが広島駅です。こののぞみ64号博多東京の最速便になっているんですが、実は広島東京間も3時間44分と最速便になっています。20時1分広島駅のねのぞみ64号の東京行き発車していきます。大抵4時間ぐらいかかるね広島東京間なわけなんですが、この列車最速便ということでね3時間44分とかなり早い列車になっているわけです。広島発車後進行方向右側、今日はね試合をやっていないということで真っ暗になってしまっていますが、マツダスタジアムが見えます。ナイターが行われているとね車内から試合の様子っていうのも見えたりするわけなんですよね。また進行方向右下には下関総合車両所の広島支所が見えます。通過しているのが東広島駅です。小玉866号新大阪駅を追い抜きます。広島発車後の車内の様子です。前から2両目ということもあってか車内かなりガラガラなんですよね。進行方向左側にお城が見えてくると列車は福山駅通過しています。日本の新幹線で最もお城に近い駅、のぞみ号も一部停止します。こののぞみ64号では車内販売が充実しているんですよね。全ての車両にアテンダントさんが訪れて車内販売を行っています。スイカで、通過しているのが姫路駅です。さくら575を追い抜きます。のぞみ停車するんですが、ここも通過ですね。まもなく新大阪です。 JR 京都線、 JR 神戸線、大阪東線と地下鉄線がお乗り換えです。車内で出ました不要なものはゴミ箱にお捨てくださいますよう車内ビカにご協力をお願いいたします。またご利用いただきました座席のリクライニングは元の位置にお戻しいただき、次にご利用されるお客様にご配慮くださいますようご協力をお願いいたします。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。
博多を出てから2時間21分やってきたのが新大阪駅です。ここ新大阪は JR 東海と JR 西日本の境界駅、乗務員交代が行われます。またこの新大阪駅では時間調整のため4分ほど停車します。4分も停車するのにね、日本最速の新幹線なんですよね。なかなかすごいですよね。またのぞみ64号は新大阪でね、各駅に停まるこだま766号名古屋行きに乗り継ぐことが可能になっています。21時24分、新大阪駅をのぞみ64号を発車していきます。ここから先東海道新幹線内に入っていくわけです。さて、日本最長にして最速ののぞみ64号は新大阪駅を発車して東海道新幹線内に入ったわけです。この列車ね、博多広島から東京への最速便なわけなんですが、実はですね、新大阪東京間が2時間21分と、新大阪から東京へもね、最速列車になっているわけです。なかなかすごいですよね。東海道新幹線では阪急京都線との並走区間があります。新大阪発車後の車内の様子です。山陽新幹線内はガラガラだったのぞみ64号、新大阪東海道新幹線内に入るとほぼ満席になっています。この64号、新大阪から出る最後の東京行き新幹線ということで結構利用者多いんですよね。逆に言うと東海道新幹線内で座席が埋まってしまうということで、山陽新幹線内で通しで、ね、座席を押さえることが結構難しくなっているわけです。さて、列車は間もなく京都に到着するわけなんですが、山陽新幹線内はね、路線愛称を使っていたわけなんですが、東海管内に入ると正式名称で案内するようになるんですよね。これも会社ごとに走る区間によって変わるってなかなか面白い感じになっています。山陽新幹線内は最高速度が300キロだったわけなんですが、新大阪伊東の東海道新幹線内は285キロとなっています。ただですね、山陽新幹線内、東海道新幹線内はどちらも最高速度に近いスピードをずっと出し続けるということもあってね、標定速度が速くなっているというわけです。現在列車は米原駅を通過しています。東海道新幹線内に入ってもね、車内の案内表示には現在の通過駅がしっかり出るようになっているんですね。まもなく名古屋駅、東海道線、中央線、関西線と連結線、近鉄線、青沼線、地下鉄線がお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。名古屋を出ますと、次は新横浜に止まります。名古屋到着前にね、浜松行きの快速列車と並走しています。名古屋到着直前に、ね、減速するということでね、追い抜いたはずの快速列車に追い抜かれていきます。博多を出てから3時間12分やってきたのが名古屋駅です。この名古屋駅では静岡行き最終のこだま764号に阪急接続します。こののぞみ64号がね、唯一途中駅で阪急接続するのが
こだま764号のみとなっています。新大阪で接続したやつは新大阪始発のやつですからね。22時13分、名古屋駅をね、のぞみ64号発車していきます。次の停車駅は1時間40分ぐらい走ってね、新横浜です。名古屋発車後、名鉄名古屋本線の急行稲行きと映像をしています。東海道新幹線豊橋浜松間では浜名湖を走行していくわけなんですが、深夜帯を走る列車ということで浜名湖の湖の綺麗な様子っていうのは楽しむことができないわけです。もうね、深夜も遅いということでね、乗り換え案内はありません。新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。博多を出てから4時間46分、やってきたのが終着駅の東京です。乗ってきた N700系ラージ A っていうのは折り返し回送列車となります。日本最長にして最速ののぞみ64号を乗り通してみた動画、いかがだったでしょうか。博多東京間 1069.1km が4時46分という速さで結んでいます。東京着が23時45分とね、夜が遅いので少々乗りづらい列車ではあるんですが、博多、広島、新大阪からの最速便になっていますので、もしね、興味がある方、機会があればぜひ一度乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。